朝ドラ「おしん」の登場人物のばんちゃん、ばんちゃんの名前は中ですね。作動のお母さんですね。ちょっと私この人嫌っていいですかって誰に聞いてるのかちょっと自分でも分かんないんですけども、なんでしょうね、なんかそのばんちゃんってじゃ性格いいんですよね。じゃあなんで作造は息子の作造はあんな性格のなのかね、思っちゃうんですよ。まあそれが、まあもしかしたら作造のあの言動が普通、そのもうなんかすぐ怒鳴る、すぐ殴る、まあ当時の貧しいあれではですね。で、その作造もね、そのおしんが寝ているところを頬を撫でに行ったりとか、そういうのしてたのかなとかね。それとかさ、おしんがいかだでこう奉公先に行くときに追いかけてきたりとかね。なんかあれもいわゆる NHK の親っていうのは、たとえどんなに体罰をしても子供のことを愛してるんだみたいなね、なんかそういう刷り込みとかなんかさ嫌だなとか思うんですけどもね。で、なんか設定ミスなのか何だか分かんないですけども、中がバンちゃんの中が性格いいのに性格良すぎませんか。そのあれだけ貧しい生活してるのによく優しいおばあちゃんでいられますよね。で、嫁の藤とも仲がいいし、なんか藤も仲もあれだけの貧困状態なのに心が豊かなの、なんかちょっとおかしくないとか思っちゃうんですよ。作造のあの感じと、庄司、作造の長男の庄司のあの感じ、あれはまあ分かるっていうか、なんかこうね、こう世の中の貧乏くじを引いてみたいな感じで、まあああいう言動するのもまあ分かるにしちゃ、なんか富士も仲も、なんでこんな優しいのとか思っちゃうんですよね。で、あとまあおしんのファンの中でも、あれ、ばんちゃんが余計なことすんなやとかって思ったかもしれないんですけども、例のこの50銭銀貨ですよ、あれも最初からあげなきゃいいのにとか思っちゃったんですよ。で、あれをご飯がなければお菓子を食べればいいじゃないみたいな、マリー・アントワネットのそういうモーメントになった時に使えばいいっていうふうに思ったんだかなんだか、そのお菓子屋さんのところでおしんが立ち止まって、ああどうしようかな、買おうかな、そのお昼抜きにさせられてるからとか、奉公人のくせに学校行って生意気だとか言われてるからみたいなね。で、なんかなんでまたそんな余計なことして、それで50銭銀貨をあげたこと誰にも言ってなかったんですもんね。その最後の最後に帰ってくるときに、え、何、ばあちゃん、これおしんにあげたのとかって、なんですぐ内緒でやるんだみたいなね、そういうコミュニケーション取れやみたいにちょっと思うんですよね。で、で、あとおしんが一番最初の奉公に行くの嫌がってるから、あ、じゃあ、ぼ、あの僕じゃなくて、私が晩ご飯、あ、じゃない、ご飯を抜けば食べるものがあって思ったり、それで帰っておしんに心配させたりとか、あと身投げしようとしたりとかで、そんなのもあって、おしんがその、あ、じゃあおらが奉公に行くみたいなね、そういうふうになっちゃったみたいなね。で、まあ50銭銀貨をあげたのがちょっとね、ちょっとね、もやーっときますね。で、私まあ実はその、反出生主義のファンなんですけども、こういう物語とか見て、で、その、なんでしたっけ、反出生主義と三次制限が違うとか、なんだっけ、まあ、そうやって怒り出す人いるかもしれないから、まあ、滅多なことは言いませんけども、反出生主義と
避妊、まあ、子供を作らないようにっていう、それはまあ確実にリンクしてると思うんですよ。まあ、その反出生主義と、まあ、自殺は何でしょうね、あの、うん、まあ、リンクというか紐付けするようなしないようなっていうか、あの、うん、まあ、反出生主義の主義のファンの人は多分自殺問題にもちょっと関心があるとは思うんですよね。でまあね、バンちゃんは身投げをしようとしたと。あ、で、あのこういう辛い人間模様とか見てると私ついつい犯人探ししたくなっちゃって、その藤と作造あの夫婦なんか、あの、いそう、私が中学校の時に朝ドラで見た時は、あの、あの人を知る不細工だなとか、あの、泉ピン子、まあ美人じゃないよなとか、あの田中優子は目がちっちゃくて地味だなとか思ったりしたんですけど、自分が50過ぎてもう一度見てみると、あ、田中優子、あ、なんか可愛いな、綺麗だなって思うし、泉ピン子も、あ、この顔はまだ色気が残ってる時の顔だなって、そのまあ女性の場合だとその閉経する前の顔だなってちょっと思ったりするんですよね。まあ40代、な初めなのか半ばなのか分かんないですけど、まあ、まさかの、30代後半なのか、まあちょっとこれね、ウィキペディアで、まあ、計算すれば分かるのかもしれないですけどもね、当時演じてたあの俳優たちの年齢とかね、うん、でその作造と藤が否認しろやとかってちょっと私思ってたんですよ。そのブラジルに行こうかなとかなんとかで、あとあれな、いつだったかの似たような時代背景のドラマで、あのブラジルに行く行かないとか揉めてるシーンがあって、あのブラジル、あのなんかこう貧しい小作だから遠慮して子供を作ってない夫婦っていうのが何かかんか出てきて、だけどブラジルに行けば子供も持てるとか、なんかそんなセリフが、あれ何のドラマだったのか忘れましたけども、なんか作造と藤、あの、うん、なんだっけ、否認しろやみたいに思っちゃって、でだけどそれ遡ると、中ってあのその作造と弟のなんたらで、その弟のなんたら、まあ、次男ですかね、自分の次男の世話になるのが嫌でブラジルに行ったらその自分の次男のとこに行かされる、それが嫌で身投げしそうになったっていう、そういう話なんですけども、ってことはその長男の嫁である藤は OK な仲良し小良しで、次男の嫁がまあ気に入らなかったって、そういうことなんですかね、うん、まああれだけ貧しければ嫁姑だってすぐに罵り合い、その富士と庄司が すぐに罵り合い、それはすごい自然っていうか分かる、だけどもあのな、バンちゃんと富士があの、うん、言い争いしないっていうのなんか不思議な気がする。その佐賀のあのに出てきた沢さん、美人の沢さん、あれの小柔道と姑とあと心臓さんの3人が言い争い、やっぱ相まじいとこってすぐ言い争いすると思うんですよね、不満が溜まってるっていうのもあってね、うん、はい、まあそのあそうだそうだ、その中バンちゃんがそもそも作造を作んなきゃよかったんじゃないのみたいにね思っちゃうんですよ。あ、だけどあれだけね、昔の時代になるとその結婚しないといかず後継とか言われたり、結婚しても子供がいないとなんやかんや言われるんでね、まあもう生まれたら最後っていう、そういう感じですかね、うん、まああのおしんでもそのドラマのおしんでもその反出生主義の人とか反出生主義のファンの人が見てあのあちょっと惹かれるっていうか気になる人物とか気になる場面ってまあまあありますよね、うん、はい、ではあの
そう、バンちゃんのね、こういうね、なんかあの50銭銀貨、そもそも渡さなきゃよかったんじゃないですかっていうね。まあそれも、おしんの悲劇、悲劇をもうとことんまで描くのに、まあ必要なエピソードというかね。で、2回目の、方向先は、いい、まあ素晴らしいところで、そこでおしんが、もう素晴らしい成長をすると。まあそういうことをね、描くために、まあ、しょうがなかったのかなみたいにも思いますけどね。はい、もやっとポイントでしてございました。はい、では今日も、ご視聴ありがとうございました。